はい、こんにちは、116ウィンズです。ついにトレバーバウアーが MLB の舞台に戻ってくることになりそうです。今年4月に DV 規定違反によって MLB から2シーズンに相当する324試合の出場停止処分を言い渡されていたドジャースの先発投手トレバー・バウアーに対する処分が、 MLB と選手会が選出した中立的な仲裁人によって194試合に軽減されたことを発表しました。バウアーは今年4月の処分以降の144試合、さらにはそれ以前にも2021年7月に MLB より本件を調査するために有給の休職扱いとなって99試合欠場していましたので、すでに今回決定した194試合分の出場停止は消化済み、来年の開幕からプレーすることが正式に可能となりました。ということで、1年以上にも及んだバウアーの DV をめぐる問題が MLB からの処分という意味ではついに決着して復帰が認められたと。ただしバウアーは処分の影響で今季の144試合分、さらに来季も開幕から50試合分の年俸を受け取ることはできず、2020年オフにドジャースと結んだ3年総額1億200万ドルの契約のうち、おおよそ3750万ドル分、4割近い年俸を失ってしまうことにもなりました。なのでバウアー側も、まあ処分が完全に覆らなかったことは納得していないようなんですが、とはいえとりあえず球界復帰の道が開いた点においては一定の勝利と考えているのではないでしょうか。なお、バウアーが所属するドジャースは現在バウアーを制限リストに入れているため、40人枠のカウントに彼は含まれておらず、出場停止によって年俸の支払いも免除されてきましたが、バウアーの出場停止が軽減されたことで14日以内にバウアーをロースターに再度登録するか、あるいはチームに残さないのであれば彼をリリースする必要があります。324試合という過去にほとんど前例のない規模の出場停止となったバウアーですが、それが194試合に減ったとは言っても、2015年に制定された DV 規定違反による処分としては依然として史上最長のものとなります。昨年2021年にバウアーの女性に対する暴行疑惑が浮上し、それ以降 MLB はバウアーを有給の休職扱いとして本件の調査を進めているとしていましたが、調査に関してはなかなか進まず、ただただバウアーの休職期間がずるずると伸びる状態が続いていました。途中 MLB がロックアウトに突入してしまった点も調査が長期化する一因ともなってしまいましたね。そしてそのまま今季2022年シーズンも開幕し、さてバウアーの扱いはどうなるのかと思っていたら、4月に今までに見たことがない規模の処分、324試合の出場停止、しかもこれまでの休職期間を含まない出場停止処分でしたので、過去の出場停止事例と比較してもいくらなんでもやりすぎなんじゃないかと思うような処分ではありました。当然バウアー側は処分に対して異議申し立てを行い、結果が出るまでに半年以上も要してしまいましたが、処分自体は元と比べたらかなり軽くはなったと。ただそれでも194試合、1シーズン以上の出場停止ということで、 DV が原因のものとしてはサム・ダイソンに対する162試合出場停止を超えて史上最長の処分とはなってしまいました。ちなみに2015年に DV 規定が制定されてから出場停止となった選手を試合数が多い順に並べるとこんな感じになるんですが、バウアーの元々の処分324試合はやっぱり際立ちます。バウアーのやったことがよっぽどもう前例がないくらい悪質だとか、法的に問題があるとか、まあそういうことでしたら誰しもが納得していたと思うんですが、ダイソンとかの件と比べてバウアーがやったことは果たしてそこまでの差がつくほど悪質だったのかを MLB は特に触れていませんし、また結局バウアーも不起訴に終わっていますので、それらが揃った後でなお324試合も出場停止課したのはちょっと不思議だなという感想はあるんですよね。バウアーは MLB に対してかなり盾つく選手でありますし、コミッショナーのロブ・マンフレッドを公然に批判したことも当然何度もありますので、なんかちょっとそういった彼の態度に対する見せしめ的な側面も完全には否定できないような処分という印象も正直拭えません。なのでまあ異議申し立ての結果、その全てが覆らなくとも多少処分が軽くなるのは割と予想されてはいたことでした。一方でバウアーが所属するドジャースにとって最終的に確定した出場停止の試合数はチームにとっても絶妙なラインでした。先日の動画にてドジャースがちょっと節約していることについてお話ししましたが、ドジャースは最近の動き方からして来年贅沢税の対象から外れるようにロースター編成を行っているものと思われます。それに際して今後バウアーの出場停止による影響がどう出るかが一つ焦点ではあったんですが、194試合分出場停止となった期間バウアーは無給となりますので、その分彼の契約の1年あたりの平均年俸は当初の3400万ドルから低くなりました。スポトラックやロースターリソースなど MLB 各球団のペイロールを推定しているサイトを見たところ、バウアーの出場停止を加味した1年あたりの平均年俸、つまりドジャースの贅沢税計算上のペイロールに復帰によって追加される額はおおよそ2200万ドル程度と見込まれています。でドジャースは現在の贅沢税計算上のペイロールの推定額がこれから決まっていく年俸調停ともろもろ加味するとだいたい2億1000万ドル、2億1100万ドルくらいと言われていますので、ここにバウアーの契約2200万ドル分が再び参入されると、
そうなるとドジャースのペイロールはあら偶然、ちょうど来期の贅沢税課税ライン2億3300万ドルスレスレのライン、おそらくギリギリのところで回避できそうなんですよね。いや、すごい偶然だな。本当にこんなスレスレのところで回避できそうだなんて。まあ、実際のところこれだけ絶妙なラインだと MLB とドジャース側で何らか裏で決めたんじゃないかとも疑いたくもなりますが、まあ、とりあえずバウアーの件がドジャースの贅沢税回避策に影響することは今の感じであればなさそう。ただ一方でドジャースとしてはバウアー復帰が正式に決まってしまった以上、贅沢税を超えずにこれ以上の補強は難しく、既存戦力のサラリーを整理などしない限り大きな動きはこの冬はもうなさそうですかね。あまりに余裕がなく、このままだとトレードデッドラインでも何もできなくなってしまいますので、そこは今後どう対処していくのか気になるポイントです。そしてそもそものバウアーのドジャースでの未来についても話しておきますが、冒頭でドジャースは14日以内にバウアーをロースターに再度戻すか、リリースするかの対応が求められているところ、現時点ではリリースする可能性が高いのではと言われています。まあ、いれば戦力にはなるでしょうが、ドジャースとしてもこれ以上余計なトラブルは抱えたくないという思いもあるでしょうし、またバウアーのこの件が昨年表面化した際に、ロサンゼルスタイムズのマイク・デジオバナ記者が、ドジャースのチームメイトたちの多くがバウアー復帰を望んでいないと報道されたこともありましたので、いくら不起訴で終わって出場停止処分も軽減されたとは言っても、復帰をみんながみんな歓迎してくれるムードでもなさそうですから、バウアーが復帰するなら今のところはドジャース以外のチームでとなりそうですかね。2021年6月28日を最後に、バウアーは1年半 MLB での登板がないので、ブランクは少し気になりつつも、まあトミー・ジョン手術受けてずっと休んでいたと思えばそんなにありえないブランクでもないですし、またドジャースがバウアーをリリースした場合、獲得するチームは契約のうち MLB の最低年俸分を負担すれば良いので、そのレベルで取れる選手としてはおそらく史上最高クラスではあります。バウアーを獲得することによる球団への評判などに対するリスクは懸念されるものの、MLB 側があまりにこれまでの前例から逸脱した出場停止処分を当初課したせいか、これまで DV 等で処分を食らった選手と比較すると、バウアーに対する同情の声というのはまだ多い印象ですし、少なくともアストロズがかつて出場停止中のロベルト・オスーナを獲得した時ほどの大バッシングは起きない気もしていますが、どうでしょうか。とはいえ、ただでさえ変わり者と言われがちでもあるバウアー、クラブハウスへのフィットという点でも難しい問題はありそうなので、果たしてリリースとなった場合に再度チャンスを与えるチームは出てくるのでしょうか。そもそもドジャースがバウアーを手放すかも含めてこの後ちょっと注目したいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。